当にくすぶってる人たちとかってすごく多いと思うんですよ、音楽で作ったりとかしてて。まあ僕個人的にはもっともっとたくさんの人たちがこのスピンアップに気づいて、まあ音楽を世界に広げる一つの架け橋になるための部分で、このスピンアップというサービス、まあ、そしてオーディションというところをスタートさせていただいたという感じですね。はい、スピンアップは、もう海外数年前から、まあ、ローンチしてあるサービスであって、ちょうど今年、6月後半の日本のローカルサービスをローンチしました。もともと、スウェーデン、ユニバーサルミュージックスウェーデンが開発して作ったサービスであって、日本語版の、サイトは、発生でした。今までってレーベルがあってマネジメントがあってやっとその契約をして、その楽曲が世の中にその CD だったりデジタルだったりストリーミングリリースをしてたんですけれども、スピンアップっていうサービスは誰でも自分の楽曲オリジナルなんですけれども、オリジナルをアップロードして、それを世界の DSP、 デジタルサービスプロバイダーというか Apple Music、Spotify、 日本だと LINE Music、 Avan、YouTube など全部含めて、楽曲をリリースできるという本当に最高なサービスが、我々としては提供させていただきます。音楽で自分は世界チャレンジしたいんだとか、もっと日本で、活躍したいんだっていう人がいれば、まあ、ぜひぜひたくさん応募していただきたいっていうか、まあ、応募じゃないですね、たくさんリリースしてほしいっていう、もう失敗してもいいんで何度でもチャレンジしてほしいなと思います。こういうアーティストです、こういう歌を届けたいです、こういう、皆さんにも夢を見てもらいたいですっていうのを思いっきり曲として仕上げていただいて、ぜひスピンアップで出会えたらなと思います。オンラインでまず再開ができるっていうのも、配信に特化してそこに着目されてるっていうのもすごい今風のオーディションだなと思いました。対面するオーディションと違って、なんか違う緊張感というか、でも新鮮な感じですごい楽しかったです。多分 Spotify とかで配信してるのもあるんですけど、海外の方からもメッセージくることがちょっと増えて、音楽活動の中のすごい大きな分岐点にはなってるなと感じてます。ちゃんとキャッチーなメロディーだったり、日本人が聴いても非常に心地よさがあるというか、そういうメロディーをちゃんと分かってらっしゃるというか、そういうアーティストさんって結構数多くいそうでいなかったりするんですね。歌詞の内容、曲のその進行、本当に上手な曲の作り方をされてて、でもう今っぽい声もされてますし、今のアーティストだなと思って、これって日本だけではなく世界の人たちが普通に本当にこう無理なくみんなが喜んでくれる曲、乗れる曲に待ってるんじゃないかなと僕は思いまして、はい、見て当然ジョナサンの顔になってるので何回も見てるんですけど初めて会うので、まずそのジョナサンの曲を初めて聴いた時に、まあ、そう思うんですね。バーン聴いた時の
あの印象的なピアノのリフから海の声が聞いた時にもう一瞬でもう僕はあの思い越しましたね。その楽曲を聴いて、聴いてもやっぱり飽きないし、そのすごい心に響くようなあのフィーリングもあり、ぜひ、まあ、ユニバーサル契約したらさらにどなたの、あのキャリアアップできるなと思いましたので、今回、ぜひジョナタンにしたいなと思いました。もうサウンドからもそうですし、声もそうですし、言葉も全部そうなんですけど、全てにおいてすごく哀愁が強い、どっかにその悲しさが音楽に歌ってる。でそういうのってやっぱり人の心にこう刺さるというか、車乗ってる時に雨降ってくれたらまあ合うなみたいな、はい、ぐらいやっぱりそのシチュエーションがちゃんと見える、頑張っていくことが心をちょっと落ち着かせたいっていうような時にですね、ジョナタンの声とか、サウンドがすごく心に響くんじゃないかなと思います。本当に素晴らしい楽曲で、やっぱりそのスピンアップっていうのは世界に届くんですよ、あなたの楽曲たちが。で、ジョナタンの曲聴いた時に日本の良さ、海外の良さが本当にたくさん含まれてて、きっとこれって全世界の人たちがすごいこう喜んでくれるんじゃないかなって思ってて、ジョナタンの、それも、はい、日本代表として僕はある意味ね、ある意味日本代表として僕は選ばせていただきましたね。ありがとうございます、はい。この曲って自分で全部作ったんですか？作詞作曲は自分なんですけど、トラックは作っていただいて、多分今までの自分が作っていた曲の中でもすごく自分が納得できるものが出たなっていうのが、そのレコーディングをした時点で、はい、すごい思えた曲だったので、すごい心の響きで嬉しかったです。嬉しい嬉しい。そのジョナタンもあれですよね、純日本人ではない。ではない。はい。もう本当僕たちが言うミックスカルチャーというか、いろんな文化を持たれている人だと思うんですけど、その少し自分 のバックグラウンドを。僕、日本にとって、大田にある、お母さん側のひいおじいちゃんが日本人で、で、ペルーにで生まれたんですけど、ペルーで生まれて、で、6歳の時にこっちに来たんですけど、しばらくやっぱりその馴染めないというか、はい、その日本語を話せるようになった後も、小学校、中学校と進んでもやっぱり自分がなかなか馴染めない学校っていうのがあって、その時に、まあ、音楽を聴くことが結構すごい救いになって、うちのお父さんがクイーンが好きで、昔からずっと流れてたんですけど、そこにすごい惹かれるようになってきました。自分は何人でもないっていうような立ち位置だと思って、ペルーに行くと、十分じゃないんですよ、ペルー人からね、日本にいてもどこにいても良くも悪くも第三者みたいな感じになるんですよ、でそれがすごい本当は嫌だったんですよ、ここ数年は逆にそこからしか見えないものもあるなっていうのをすごく感じてて、同じような例えば楽曲とか音楽であったとしても歌詞や歌い方に違いが、僕別にそこまですごい意識してるわけじゃないんですけど、出るっていうのを周りから言われて、結果的には自分の音楽の、元となる部分が自然にできてくれたっていうのがすごい、自分はいい話だ。あとやっぱり聞いてすごい苦労したと思うんですよ、6歳来て何も話せない、その日本語話せないということなんですけど、やっぱり英語もすごいパーフェクトな発音してるし、英語もこれによって本当にグローバルな音とか楽曲も作れたなと思います。これからどういうアーティストになりたいですか？音楽って基本的に自分のためにやるもので、結果的にそれが誰かを幸せな気分にしたり救ったりとかすると思うんです。僕もそれをしてもらった側なんで、自分がやる音楽が今後人にどういう影響を与えるかっていうのをしっかり自分で感じつつ、だから自分も知りたいな、アーティストとして常にこう挑戦できるアーティストでいたいと、変化を、周りとか社会的にはすごく変わっちゃったねって言われてるんですけど、あると思うんですけど、僕は逆に変わらないアーティストの方がつまらないと思う。なるほど。
かの分かる試合とか絶対見ない。見ない。なんでかっこいいね。新しいことも多分チャレンジしたくなると思うし、いろんな環境によって、なのでその時にヨナタンがやりたいことっていうことをどんどんもっともっとこう発言してもらって、それを形にしていくっていうのをやりたいな。単純に一緒に音楽作りたいな。本当に純粋に、はい、ぜひ一緒にやらせてください。ユニバーサルミュージックデビューオーディションに参加してくれてありがとうございます。今日からあなたも我々のスピンアップの仲間にぜひなってください。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。5年に一度ぐらいの褒められ方すごいありがたかったです。そんなに褒めてもらえると思わなかったので、あんまりないのですごくなんか新鮮な経験で、オーディションの結果がどうこうに関わらず、とにかく自分が頑張るべきことは変わらずやろうっていうのを意識してたので、まあ今年は特に思い通りにライブができなかったりとかするアーティストさんもたくさんいらっしゃったと思うんですけど、まあ時間をどういうふうに使えるかっていうのを考えながら待ちつつ、まあ皆さんとしてもなんですけど、人としても誰かのためになってもらえるようなアーティストになりたいなと思って、まだまだこれからも音楽にだけじゃなくて人間としての成長を頑張ってもらいます。あの時に癒しとけばっていう君、本当曲に初めて聴いた時にもうヒットソングだと思いましたね、はい、なのでバーソーゴンを、はい、本人と一緒にもう一回リメイクして So Far Gone っていう曲をリメイクできる、みんなが待ってた本当大型新人じゃないかなと思ってます。スピンアップでいろんなアーティストであったんですけれども、その中でも本当にグローバルで大ヒットできるアーティストなんじゃないかなと僕は本当に楽しみしてます。 So Far がぜひ楽しみしてください。今回さまざまな楽曲いろいろ探していただいたんですけど、本当にクオリティが非常に良かったです。次回またオーディションやりますので、ぜひもしよかったらぜひ皆さん応募お願いいたします。よろしくお願いします。好きな音楽を、ずっとやっぱり続けてほしいな、誰からか言われたことをやるっていうわけではなく、自分が持っている、自分の言葉、そして自分の音楽っていうものを、チャレンジしていただいて自分を確かめる、スピンアップっていうのはそういったサービスだと思ってますので、周りに合わせるんではなくて持っていることとかっていうのを素直に入れていただいて、音楽にして届けていただければなと思いますので、ぜひぜひのリリースを期待して待っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。今の時代だからこそ皆さんの、感じていること、生きてきたこと、大切にしていることっていうのを音楽を通して、楽曲をぜひ好きな方としてアップロードしていただきたいと思いますね、はい、本当に僕たちもびっくりするぐらいするような才能がいっぱいいるかと思いますので、本当に僕は心から楽しみにしております、はい、一歩踏み出してみるとゼロが1になったりとか1が2になったり、50になったり、100になったりすると僕は信じてるので、ぜひ皆さんも自分のことを少し信じてあげて最初の一歩を踏み出していただけたらいいかなと思います。じゃあ行きますね。ハッピー、イエス。